それは昔々のお話です。あるところにお父様とお母様を亡くし深い悲しみに暮れる幼いお姫様がいました。そんなお姫様の前に白馬に乗った旅の王子様が現れます。凛々しい姿、優しい微笑み。王子様はお姫様をバラの香りで包み込むと、そっと涙を拭ってくれたのでした。たった一人で深い悲しみに耐える小さな君、その強さ、気高さをどうか大人になっても失わないで、今日の思い出にこれを。私たちまた会えるわよね。その指輪が君を僕のところへ導くだろう。王子様がくれた指輪はやはりエンゲージリングだったのでしょうか。それはいいとして、お姫様は王子様に憧れるあまり、自分も王子様になる決意をしてしまったのです。でもいいの？本当にそれで。遅いな。で、また好きかしら。新学期早々遅刻しちゃうじゃない。若葉、何してんの、そんなとこで。彼氏と待ち合わせなのさ。彼氏？ははーん、あんた振られたわね。彼氏なら今朝はとっくに寮を出たわよ。おのれ許さーん。ウテナ、あなたは新学期になってもそのヘンテコな格好を続けるつもりですか？ヘンテコ？ヘンテコ。男子はみんな似たような格好してますよ。あなたは女子だから、なぜ男子の制服を着ているのですか！女子が男子の制服を着ちゃいけないって校則はないな。問題ないです。ということで、おのれ、新学期もごまかし続けるつもりだな。やれやれ、また乾杯か。あー、ウテナ様、私のタオルを使ってください。はいはい、順番にね。なあ店長、お前がうちのバスケ部に入ってくれたら地区予選は楽勝なんだけどな。あのね、僕は女子。嫌だよ、汗臭い男子にまみれてバスケやんのは。いいじゃん、男子みたいなもんだろ。天井は失礼なこと言うなよな。じゃあなんで学ランなんて着てるわけ？王子様だよ。は？僕は守られるお姫様よりかっちょいい王子様になりたいの。なんじゃそりゃ。
香りだ。いつからだろう、バラの香りに懐かしさを感じるようになったのは。あれれ、なんだ、痴話喧嘩か。そういうのは人の見てないところでやってよね。おいおい、ちょっとやりすぎだよ。よかった。うわら、若葉重い。私を置いてきぼりにした罰よ。我慢なさい。はいはい。あら、西園寺様。西園寺、え、知らないの西園寺様を。有名人なんだ。手前のやつは知ってるよ。確か生徒会長の桐生東賀だろ。そう。で、もう一人の方が副会長の西園寺恭一様。あの女の子は、あ、姫宮安心よ。姫宮安心、頼まれもしないのにバラの世話ばっかりしてる変な子。今日から私たちと同じクラスで。西園寺ってあの姫宮って子と付き合ってんの？まさか硬派な西園寺様があんな子に関心持つはずないわ。同じ生徒会だから一緒にいるだけよ。若葉ってああいうのがタイプなんだ。もうやね、焼いたりして。心配しなくても、私はうてらだけのものよ。なんてたって、もうその辺の男子よりもずっとずーっとかっこいいんだから。急な呼び出しだね、生徒会の諸君。西園寺さん、僕たちはバラの刻印により選ばれたメンバーです。掟を守ることは、我々の唯一のルールだってことを忘れるの。西園寺、近頃お前の花嫁の接し方には少々問題が。へえ、そうなのかい。確かに花嫁は今お前とエンゲージしてる。だがそれは節度なく好き放題していいってことじゃない。好き放題、好き放題って？花嫁への乱暴はよせ、西園寺。我々生徒会の存在は世界の果ての意志だ。そのことを知れば世界の果ても決して心よく思うまい。余計なお世話だ。花嫁は現在僕とラブラブの状態。